ダダン。かっこいい。ほら。あ、すご。いやー。怪力でした。プリンセスピーチショータイム続きいきます。マイクロベーサーどうぞよろしく。さあ前回この2階のエリア、とりあえず4つのステージをクリアすることができたのでボス戦でございますね。今回はどんなボスが出てくるんでしょうか。よし、きらめきの力で扉を開けるよ。ってことでコンペイトーなるきらめきストーンをまた15個。うん、余裕余裕。今までちゃんと取りこぼさずに全部いってるから来い。うん、頼むぞ。いってらっしゃい。できたら一人で倒してきて。ここで俺がどっか行ったらどうするお前。行く。さあ次は、前回1回の時はなんかアフロの鳥やったのよね。ボンバーヘッド鳥やったよね。それがなーに、あ、普通にボス。お前らか。劇場ちょろちょろ動き回ってるのは。まあでもお前はまだやろ。どうかしら、この私グレープの演出する恐怖のショーは楽しんでもらえているかしら。今んとこ全部俺が横取りして俺が主役になり変わってるけど、そうそう、聞くところによると、お前たちがせっかく私が閉じ込めたキラリスタを助け出したそうじゃないか。そう、一人なんか剣士のやつは助けたよ。ふん、面白い。でもね、一人ぐらい助けたってどうもできまい。全部助けるつもりでおりますけど。ホリゾンと少し遊んでおやり、お前たちの演技見てあげるわ。なんだい。お、ヘビですか。ウーハーが蛇腹になってる感じ。ええキャラしてますやん。で、お、普通のボス戦じゃないっぽいな。あいつから見つからないように。危ない。さっさっ、危なー。何それ、何今ので。持って、あ、ちょっと待って、下に何かあったかな。そういうパターン多いのよ。おほえ、あ、ここ、あ、いや、もう普通にボスやった。それを殴る、そういうことね。おい、なんか下にも行けたような気がしたからさ、ちょっと気になったけど、ガンガン進んじゃってるけど、よかったのかい。なんか時間制限あんのか、あれ、時計みたいなのあるな、あそこ。おい、危ない。クワフト大丈夫。あ、全然行って大丈夫さやね。特にコンペイトーがどっかにあったりとか、そういうことはないはずは。やばい、あはーん、なるほど、時を戻そう系だ。いえ、あー、でもこれ楽しいわ。ささっさっ、どう来る、さっ、ここバカめが。でもってなぜかお前のステージやのに、お前を倒すための仕掛けがあるっていう不思議なところ。イエス、どうよ。 OK、 いいよ、来たよ。でこれはさっ、隠れて、もう一回向こう向いたところ、こっち、バカ。ピーチ頼むぜ。危ない、さっ、
見つかったところで、おお、そんなことしてくんの、それは聞いてないよ。はっ、あはん、やるやんけ。ってことはここ急いで登って、あぶねえ。意外と HP が2まで減ってきてるよ。気をつけて、隠れて、こっち。大丈夫、はい大丈夫、なんでかは知らんけど危ない、はい大丈夫、壁の中、バカ目が、ほら、その程度で、ここで一旦耐えて撃つ、そういうのなしよ、ここよ、どうだ、あ、いけた、いけた、いけてる、いけてる、でジャンプ、危ない、見つからないように、ここふーふー、 HP 少ない、くる、あ、初めての失敗、あ、コインが変の、どっから、ちょっと前に戻ったけど初めて失敗したやんけ、俺と回ろう、俺と回ろう、ピーチがな、でここは、はっ、大丈夫、ここも間に合わないもんね、お前ね、どうせね、OK、でささっ、で壊してくるから、んー、どいて、で上上で、おうおうおう、危ない、おう、で壊してくるから、はい、いけるもの、おいおい、やってくれたな、なかなかやるじゃねえか、おい、ちょっと焦ったで、でも俺の勝ち、これでいける、ただいま、お疲れ様でした。ふう。怖かった。あれコインなかったらどうなったやろうね。あのグレープってのが僕たちの劇場。うん。全然楽しくない劇に変えてるんだ。うん、絶対に許せない。プンプン。もう好き勝手なことはさせないぞ。早く他のお話も元に戻さないと。せやな。頑張ろう。うん。よし。あ、すっかりなんか見た目変わったね。こんなに綺麗になった。で、新しく喋れる。お待ちしておりました。怪盗の劇のリハーサルはここですよ。ここでは宝石を取りながら飛び続けてください。ただし1回でもダメージを受けたら終了です。達成レベルで素敵なご褒美ありますよ。それではよろしくお願いします。行こう。リボンもらえるやつやな。アクションリハーサル。怪盗編。3、2、1。うん。意外と難しいからな。1回でも当たったらって言ったから。危ない。危ない。あー、クソ、上行きたかった。100個ぐらい取らなあかんやんな。それは危ねえ。はっはっは。やば。これ、おこぼしは、おこぼしは結構、やばかったりするのかな。危ない。あ、ミスった。全然いけませんでした。なるほどね。無理して取らんでも多分ええんやろうな。よろしく。でーん、すん、すん。なんか特殊なジャンプとかないよね。ふっ、危な。へっ、へっ、へっ。で、欲張らない。欲張らずに、さっきより下手くそでした。負けん。頼むぜ。100個取りたいの。100個やったっけ。危ねえ。
どういうルートで取ればいいかが、でもこれ多分決まってるよな。それを覚えるのが一番かもしれぬが、パッパッ、この風が結構操作感厄介よね。すっ、危ない。欲張らずに上へ行きたかったけどもう無理。やべえリアルだ。取りてえけど、あー、これでもちゃんとルート覚えんと全部取れへんようになってんじゃない、その100個ぐらい。そんな気がむずいな。結構やり込まなあかんやつ。おいおいおい、避けて。下手くそー、超下手くそー。覚えなあかんな、ほんま。全部とりあえずゴールがあるのかどうかやな。それをちょっと見てみたいから、ある程度いったら、しまった、上やったな、覚えられんな。全部のルートを覚えつつ、危ない。欲張ると、欲張ると死んじゃう。残り、あ、秒あんやな、やっぱ30秒って言われたわ。ってことはやっぱコース覚えなあかんぞこれ。上か下か、コース取りを覚えていかないとやな。あれも全部取れへんもんな。うわー、あと3個足りひん。そういうことや。100個取るにはちょっとコース取りをちゃんと学ばなあかんぞこれ。意外な展開、前のなんかあれとは違うね。そこもだから取れるなら取ってやろう。あー、そこ下や、無理だ。覚えなあかん、ほんまに。でん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 、上か下かどっちが多いかみたいなのをしっかりだから覚えていかなあかんのよね。はい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 、あー、ナイス。あー、あれは取れない。あー、これは1個多いからこっち。そういうの覚えなあかんよね。あ、下のいいよ、取れた方。あー、下だ。でもあと2個、あと2個。頼む、頼む、頼む。オッケー、110個。まだでも、上には上があるってことよな。頑張りました。成長しました。よし、これで110個。ドレスリボンゲット、ありがとう。他に喋れるやつは特にないかな。じゃあ上のエリア3階でございます。さあ、また新しい能力来ると思うけど。こんにちは、私は噂に敏感、実はあなたが活躍をしてることがもう噂になってるのね。これってフロア全体を使った舞台演出なの？気づいてないやつもいる。あ、またカウガールあるね。パティシエもあって、人魚みたいなやつかな。あ、でもって4階もまだあるってことは、
ていうかあれやな、カウガールとあれが出てきたってことは新しい能力はまずこれと人魚ってことか。うん、そういう感じやね。ってことはまた上の階に行っても新しい能力と前やったやつと両方出てくるってことやんな。ミッションエイリアンクライシス、どんな感じでしょう。面白そうではありますよ。さっ、うん、ビーチタイプで、エイリアン系、大変、さらわれてる、早く助けなきゃ。なんかでもカンフーのやつっぽいロゴに見えたけどな。僕らもさらわれちゃう、シェルターに逃げなきゃ。あ、誰か力を貸して。あ、もう耐えられない。し、頑張れ、頑張ってくれ。いやだー、ほら、うおー、助けました。はい、コンペイト、今回もコンペイトいっぱい。で、宇宙船的な、うん、うん、おもろ。うわー、道が、はっ、落ちれないな。うん、シェルターまでどうやって行けば。燃えてる演出、うん、落ちちゃった。うん、助けれるやつもいるな。落ちても落ち込んじゃダメだよね。うん、知らんけど、お前は元気出さへんやろ。車があって、これ多分なんかやるな。あ、コインだけ。あっちにでもリボンのやついるな、多分この上か、でここか、誰か、ほらよ、おい、そういうこと。 OK、 早々リボンゲットできるのはいいよ。落ちんな、よし。ある程度みんな助けてるとは思うけど、おい、コンペイト、コンペイトちゃんとください。で、さあシェルターに行こう。 OK、お、早くもここで能力かい。炎が、これじゃ進めないよ。ここやね、へい、水、あ、3回ね。はい、はい、もういっちょ、おい、あ、それはすごい。あ、それはすごい。 OK、 よし、取りこぼしは許しまへんで。シェルター到着。君はヒーローだ。この辺りはもう安心。じゃあさらに向こうへね。この先のオフィスエリアも心配だ。来ましたで、まずはこれで、リボンは取ったからあとはコンペやけど、オフィスエリアと連絡できない。何が起こってるんだろう。おい、ハートいらんかった。ハートそんないらん。あ、コンペイ、ナイスコンペイ。で、なんつってたお前。おお、オフィスエリアが燃えてる、早く助けに行かなきゃ。あれ、何、カンフーみたいな、なんかパンチのマークに見えたんやけど、お嬢さん、パンチじゃないのか、なんか別の能力か、これは。何が来る、なんとすごい、助かった。お嬢さん、ただものではないな。ありがとう。もしや、うん、うん、うん、その腕を見込んで協力してほしい。何を、わしの研究室に来てくれるのか。あ、なんかすごいね、そんなハイテクな。ググーン、おい、いやでもほら、やっぱこのパンチする感じのマークやからさ、なんかでも世界観全然違うくない。システム起動、めっちゃ女子おるやんけ。お嬢さん、あんたならば。おい、それはさあ、なんだ、
来い。お、お、あ、思ってたのと違った。はあ、うん、サイコパワー的な感じ。いや、スーパーヒーローピーチ。あら、カンフーかと思ってたら、まあ、カンフーの世界観ではどう見てもないもんな。頼む、街を、住人を救ってくれ。おお、スーパーピーチすごいやん。何してんのか分からんけど、さっ、一回ボタン押したら突進しつつ、ふえ、いや、何やってんのか分からんけど、スーパーピーチになりました。おい、ダダン、かっこいい。おら、あ、すご、いやー、怪力でした。やっぱりヒーローだ。ヒロインな。オフィスエリアのシェルターに行きたいんだ。僕たちを守ってくれる？おお、走り方もちょっと重なってるし。スーパーヒーローってそんな走り方するもんか。ウェイ、来いや。んー、シェルターには行かせないぞー。甘い。おい、おら、おい、あ、いた。そういうの当たるの、おら、投げちゃう。おい、いいね、お前は味方。危ない、うん、危ない。危ねえぜ。あれ、放置してたらやられたんか。オッケー、踊り抜けたらシェルターだよ。めっちゃついてくる、めっちゃついてくる。おい、ここら、これついてこいとは言うてへんぞお前ら。他になんか能力とか、あ、ちょっと待って、ちゃんとしっかり探索しつつ、あの、んー、スーパーポーズアピールのやつでなんかあるかもしれんもんな。あ、すごい、操作ガイド。スーパーヒーローはとっても力持ち、どんな重いものでも B で持ち上げられるよ。おい、どんな重いもの言うてるけど、この辺のは無理なんやろうが。おい、嘘つくな。あ、これも無理や。んで、コンペ、ナイス、おこぼれなしね、大丈夫ね。次は火事は消せないのに。で、なんだそれは、無視でいいのかい。無視無視で、おい、これを、うん、どこにあるの、どこどこどこ投げる。うん、なんか投げようとする行動ありつつ、あ、これであれか、ここを塞いであの子たちを通らせる、そんな手が今だ。おい、行くで、でこれを投げる。ここさえ抜ければシェルターだよ。燃えてるところにバス投げ込むって逆に危なない。爆発したらどうすんの。そんな発想はピーチにはない。よし、隠しも見つけて、なんだ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 、だけどコンペイトーなしか。いいでしょう。 OK、でさ、ささささささ、ここも怪しい、ささ、おい、コンペイトーくれ、ノーコンペイトー、隠しコンペイトーは、うん、何こいつ、タコ、みんな捕まえる、来た、あ、待て待て待て、おーおーおー、俺と勝負じゃこれ。やば、捕まってる、あれ、ういやー、あ、ここです。オッケー、助かった、まだまだ捕まえる、まだおるわ。おいやー、あ、2が3は、あ、3回の法則じゃ、あ、3回の法則違ったわ。おら、んー、ここよ、
どうよ。オッケー。いや、ナイスコンペ。よし、油断しちゃった、ごめんなさい。まあいいってことよ、任しときなさいな。恥じる方おもろいから見ときなさい。あ、ここコンペ、コンペ、危ない。はいはいはい、んーせい、おいー、あぶねー。時間内にやらんと取れへん感じになったりすんのかな、やっぱあれ。イエス。でこれは違うね。いや、行く。でシェルターだ。ボスな感じか。ありがとう、ここなら安全だ。ほんま、ハートと、うん、来い。ありがとう。うん、シェルターの中でじゃあボス戦回。いや、来た。シェルターごとなんでもありやんけ。あ、それどこでも出せるんですね。ヒーロー遅くなった。だからヒロインな。こんな時のために用意していたものが。さあ、この装置に急いで。新しい能力ですか。なんでしょう。頼むぞヒーロー、その力でみんなを救ってくれ。お、またあの怪盗のやつ。痛い、おい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 、あ、全部なんとか。いや、前にしか攻撃できへんな。はい、やーめー。あ、出て、せいせい、待てのか。おい、全員助けなあかんやな。じゃあこれ、ティン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 、これしっかり取りつつ助けつつ、今んとここぼれでは、こぼれはなし。おいおいおい、あー来い、あー来い、やめて、あれ助けて、全員助けて、みんなを助けてくれて、オッケー、ナイス、いけている、ほっとした。そしてボス戦回来た。操作ガイド、相手の動きをよく見てタイミングを合わせカウンター。カウンター、じゃあ、ここ、なんでやねん、やばい、ハートが、ハートがねー、危ねえ、いった、うい、違う、ここか。うんー、投げちゃえー、違う、あ、痛い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 、どういうこと。うんー、ここよ、あ、押してるよボタン、あ、いった、いけました。いや、かっこいい。ありがとう。エイリアンクライシス。ああ、よかった。一発で全部取れました。ドレスリボンゲット。いやー、とりあえず全部取れてたら OK ですわ。一番大事なのはそこです。よし、これでまだでも3階もあと3つあるけど、そのうちの2つは1回やったことあるやつやもんな、多分な。 OK。 んで、あれはボスのポスター、あー、変わった様子は3階は今のところ特にはないわな。いろんな機能が停止してフロア移動が不便だ。1階に、そうか、戻るときはまた階段とぼとぼ行かなあかんやもんな。で、あと人魚と、やな、パティシエとカウガールやけど、パティシエとカウガールは多分クリアしたらまた地下に行って、ほんで多分キラリスタのやつを助けてみたいな感じやな。
そういう感じのやつもう他にはないんかな。今のところはまだこんな感じ。エレベーターとかないよね。グレープ劇団ってどっから来たんだ。確かに2階はじゃあアイレがあるだけか。オッケー。でもって1階も剣士のやつはあったけどみたいな感じやんな。あ、写真とかなんかまた増えてる。いい写真が撮れてアルバムに入れてるか見ておくれ。んー、なんか奥の方であいつ助けたやつがなんか調子乗っとるな。何が増えてる。この辺が増えたのか。こう思ったらあれやな、やっぱ全部の能力のやつにそれぞれだから解禁するための何かが。あれでももう言うてる間か。1人魚とあともう1個。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個かなのかな。能力はじゃあ10個ってことかい。スーパーヒーロードレス、怪盗ドレス、フィギュアドレス、ミラードレスがやっぱなんか一番今のところイメージ変わるよな。あ、カウガールドレスもでも白メイン。お前もたまには違うのにしといてあげようか。これがいつものやな。もうなんかいつもののイメージがもうなくなってきた。黒にしといてあげよう。なるほどね。あれちょっと待って、まだ着替えるがなんか、あれなんかびっくりマークついたままなんやけどな。あ、ま、あーここに、あーあーあーまだ、そうかそうか、ちょっと増えすぎてきてんのか。はいはいはい、なるほど、増えておりました。白っぽいのもでもいいよね、グラデーション。で衣装図鑑、怪盗、フィギュア、探偵、スーパーヒーローのマークやったやんな、あれな。てっきりあれが俺カンフーのなんかそういう感じのやつかと思ったけど違いました。でもまだムービーはもうちょっといっぱいあるっぽいよ。お前何やったっけ。あ、ハートの守りね。大丈夫です。やけどくしくも蛇の面で一回ちょっとハート全部なくなってもうたのがびっくりやったけどな。なんか増えてますか。お、すごい増えた。緑、これは変えてみよう。めちゃめちゃイメージ変わったね。おお、だいぶイメチェンできました。ちょっとピーチ感がなくなってきてるかもしれませんけどまあでもこれはこれよし。じゃあ今回はここで一旦区切っておきまして、あ、めっちゃこのなんか2階の雰囲気に合わせてたんかな、そんな気がします。まあ、蛇のやつやったからそうなんかもしれんね。ってことでまだ次人魚だったりサイドカウガールだったりパティシエだったりをやっていく必要があるっぽいですが、はあ、ではではこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。なんだかんだ、はあ、楽しめておりますな。それではまた。よろしくどうぞ。